今ねどこにいるかっていうとね、東京の代々木にいます。代々木といっても新宿と代々木の間の行くところなんだけど、どこのビルがあって、そこのところで今食事をするところです。新宿に勤務してた時にこの近くだったんで、高島の前だったんで、よく利用してたところ、鹿屋というところね、鹿児島料理、薩摩料理のね。この間、東京で帰国報告会やった時に11月30日、その時に、会場、懇親会の会場として利用させていただいたところです。勤務した時は昼に、ね、よく利用してたのに、この辺がだから利用した時は夜だったので、初めて夜利用したかなって感じがするんだけどね、夜もいいなって感じがしました。でも今日はちょっと昼ということ。今食べてきました。美味しかったですね。久々ということでおっかりしちゃいましたけど、なかなかいいところなんで、ぜひとも昼でも夜でも、ね、両方お勧めできるので。